ろしくお願いします。としのみなです。それではですね、本日はモンスターファンバトルカードやっていきます。前回言ってた通り、とりあえず、ドラゴンが大会で手に入っちゃう気配なので、大会の方やっていきたいと思います。さあ、ということで、対戦する相手はデイビス、ストラトス、ジータというところでやっていきます。相手がもうあとディノの攻撃したカードしか持ってないみたいな。ないよねー。そうだよね。いやー、負けました。強強です。さあ、ということでね、山札で勝ちました。やばい、これジータが勝って普通にジータの勝ちで終わっちゃうんじゃない？いやー、まずいですね。これ普通に僕がこの後デイビスに勝っても、単純にジータの優勝で終わっちゃいそうな気配がしてます。よし。まあでもとりあえずやっていきましょう。しんどいな、それ本当に。さあ、いやー。で、ちょっと今はなんかすでに心が折れかけている。まあ、とりあえず嫌がらせしときますか。よし。さあ、3枚ガッツに送ります。よし。賢さ技から繋がれる最終的なダメージをマイナスに。ああ、しんどいですね、それ。さあ、相手は力技だけですもんね、確かに。ということで、おならを貯めてたのが全然意味なくなりました。おならを貯めてたのが意味なくなったっていう、なんか響きがすごいシュール。とりあえずね、ゴーレム、いや、こっちかな。とりあえずザームに殴りかけていきましょう。で、賢さ技を捨てていきます。よし。さあ、どうなる？見せじまいして、カード2枚ガッツに。よし。さあ、超頭突き当てていきましょう。にゃー。まずワームダウンで、うちのハームは残り HP2。ただ、フットワークを引いている。よし。さあ、どうなりますかね。よし。さあ、チョップ、8ダメージ。よーっと、大きい攻撃をね、入れてくるもったいない攻撃に対して、しっかりと回避。これは相手損しましたね、かなり。下手くそですね。よし。いい感じですよ。どうする？これは。微妙なところだな。なんだろう。溜めて膝蹴りを打ってもいいんだけど。溜めましょうか、これ。よいしょ。ここ溜めていきます。で、賢さ当たないんで、これも。さよなら。さあ、まあ、ガッツ2なので、誰かやられることはないでしょう。さあ、相手がガッツ3枚送りました。どうする？これ回避されたらもったいないんだけどな。回避ありそうだけど、まあ、いっか。回避。根性か。根性してきて、HP1 残しですね。そういうことしてくる。それはもう、この乱れ好きとか当てていきたいですね。よし。よし。さあ。ということで、相手はね、さっき回避にガッツを使ってるんで、何もできずというところですね。で、こっち側は、乱れ好きの回避されないで、ディノ。ディノはね、踏ん張るがあるけど、踏ん張るはマイナス2なので、1点は通せます。ということで、ダウンですね。よし。さあ、十分じゃないですか。今いい感じですよ、これ。よし。どうしようか。跳躍はいらないね。回避技がないので、ゴーレムは。さあ、まあ、ガッツ、送っていきましょう。おっと、相手はまだ攻撃できない。ガッツが足りないようですね。言うて僕もガッツが足りないので、どうしようかっていうところ。尻尾ビンタ、当てていきましょうか。さあ、尻尾ビンタ防御されましたね。よし。
よし。うん。すげえ。いやー、相手は、なかなか防御できないですね。防御にガッツを使ったので、また、ガッツが足りなかったのか、もしくはゴーレムの技があんまり入ってないっていう可能性もありますね。ちょっとここが余裕を見せて頭突きとか打っちゃいますか？いや、ないな。さすがにフットワークあるんでもったいないですね。じゃあ、とりあえず攻撃カードを3枚、あ、2枚か。ガッツに送って、相手のガッツが減るのを待ちましょう。うん。さあ、相手は何もしてこない。これ本当にゴーレム技カードないかもしれないですね。もしかしたら。うん。ちょっとお待ちくださいね。どうだろうかな。にゃーん。うん、何を待つんだろう。待つことはないね。さあ、これ、もう相手完全に山札勝ちしか狙ってない交換の仕方してるし、多分、ゴーレム全然攻撃技ないですね、これ。うん。いやー、どうしよっか。風神剣撃つ？風神剣？まあ、いいか、撃っておきますか。うん。効率は悪いけど、回避、賢さ技なら、相手から回避さ、ん？回避？が防御されないので、ちょっとずつでも確実なダメージを与えておきましょう。うん。どうしよっか。うん。まあまあまあ、とりあえず、順番、ゆっくり行きましょう。どうせ相手は何もできないような気がするので。うん。ちょっと早送りとかも使っているかもしれないですね、これ。さあ、雷鳴剣。雷鳴剣には、ちょっと待ってね。これ、なんぼ引かれるんだっけ、前提が。マイナス2か。これ5点通りますね、雷鳴剣打てば。じゃあ、クリティカルで雷鳴剣打てばいいのか。よし。うん。これ、もう一回長、いや、ないか。さすがに危ないかな。ゴーレムなんで、ガッツあれば一発逆転されますからね。うん。さあ、キック。さあ、これをハム回避していきます。華麗な回避を見せていこう。うん。いいね。なんか相手だいぶ嫌な顔してる気がする。うん。さあ、ていうか僕よく考えたら、クリティカルもう2枚流したっけ？クリティカルないかもね。じゃあ、これとりあえず打っとこう。で、あと1。1はなんとか適当にパンチとかで削っていきます。うん。よし。どうしよう。これでいいか。逆にこれ、リュラハンだけ残ってればいける気がする。うん。さあさあ。行きましょう。うん、いいね。これで雷神剣、次打てば勝てるので、もうここの辺を、ガッツにして、次のターン、雷神剣で終わらしましょう。さあ。にゃーんとキック打ってきます。これはハムダウンは仕方ない。うん。これはコラテラルダメージ。よし。うん。にゃーんというところで、さあ、これ打って終わりにしましょう。GG ですね。よし。デイビスのゴーラムは KO された。参りましたと。デイビスのすべてのモンスターが KO されました。ミアの勝ちです。うん。ただどうなるかがね、これ、彼が勝ってたら、どっちにしろ、ダメなんだよね。ジータくんが勝ってたら、これ進めないので、いやー、どうなる？ジータが勝ってたら、終わり。ストラトス頑張ってくれ。頼む。よし、頑張った、ストラトス。さあ、これで誰と？誰との、あれになる？ストラトスですね。よし。まあ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 。めちゃ高校ですね。うん。やっていきましょう。さあ。いや、いいですね、これ。ちょっと待って、オナラとクリティカル引いてるし、フットワークもあるし。これはかなりおしゃれなことができるんじゃないですか？うん。いやー、よし。相手は3枚ガッツと。よし。さあ、2枚取ろう。やば！え、クリティカル2枚目引いたんだけど。これはどうしよう？どうしよう？え、ありだな。うん。え、ありだな。どうしよう。1枚ずつガッツだと厳しいか。2枚。ちょ、フットワーク。いや、フットワークやっちゃったらハムやられ
えるかな。今回はハムの生存力に期待しよう。フットワーク流します。うん。いやー、どうなるかな。よし。あ、でもフットワーク流すの、あと一旦待ってよかったな、ちょっと。よし。これ、そうだね。だってこれでもまだガッツ1個足りないから。一旦とりあえず待ってよかったな。うん、でも大丈夫だ。攻撃してこない。うん。さあ、ここで。さあ、2枚ガッツにとりあえず流しちゃいましょう、もう。よし。ただどうなるかな？相手ガッツ減らす系があるんですよね、プラントなんで。プラントが何してくる？おお、何もしてこない。いいですよ。ということは？今までに見ない、もう、過去最強の、すんごいおならが出せる。よし。もう、ために貯めたすごいおならを、ハムにやってもらいましょう。ドン。ドンなのか、ムーなのかわかんないけど。いいぞ。よし。さあ、6点ずつダメージ。いや、これ気持ちいいですね。めっちゃ気持ちいいですね、これは。うん。さあ、これはもうガッツにとりあえず行きましょう。もう KO 勝ちしか狙わなくていいですね、これ。うん。こっちはね、しかも回避されない系の技とか結構持ってるんで。これは KO 勝ち狙えますよ。さあ、言ってたらちょうど来ましたね、回避されない技は。さあ、回避されない乱れ好きをモノリス。うん。あ、防御か。防御があるのか、そういえば。まあまあ、いいでしょう、そんなのは。おなら、いや、おならありですね、これ。もう一回おなら打つのありですね。じゃあ、おなら以外の3枚を流しましょう。うん。さすがにガッツ減らしてきそうだけど、おっと、いや、なんか時間稼ぎとかしてますよ、この段階でまだ。これ甘えてますね。いけるんじゃないですか？さあ、このおならが何枚に刺さるか。さあ、これ全部通った？さあ、モノリスとモッチーがダウンしていく。うん、過去最強のハムが、いや、てか、おならが、おならがすごい。すごいおなら。ハムのおならがすごい。いやー、いい感じですね。よし。まあ、とりあえず回避されない技、残すとき。まあ、いいか。なんか何かしら来るでしょ、回避されないやつ。流しちゃいましょう。いやー、いいですよ。相手ガッツ2枚。時間稼ぎとかしたせいで、ガッツがありません、相手は。さあ、いいですね。これは、どうなる？乱れ月がある。そして、大声がある。今回のハムは仕事をしまくるぞ。ハムの大声で残ってる最後の一枚を捨てさせて、見つけすぎ。いや、これはもう避けきれない。いやー。パーフェクトゲームですね。いや、ちょっと。やばい。今回、あんだけ、あれだけ、あれだったハムが、ネタキャラかと思われたハムが、この大事な一戦で仕事してくれましたね。ナイスだ。うん。勝ちました。やったー。え、ハム。いや、何度もデッキから外そうと思ったけど、外さずに来てよかったよ、ハム。いや、最強のララを打てたね。クリティカル2枚乗せた。全体6ダメージ。合計18ダメージのスーパーオナラが打てました。いやー、やってしまった。うん。ということでね、大会優勝です。うん。さあ、みやさんの優勝です。ということで、さあ、まあ、この辺の流れはいつも通りなので無視して、サクッと行きます。さあ、ドラゴンをもらいました。いやー、来ましたね、ついに。よし。にゃーっと。さあ、誰かがやってきた。お、パブス先生が来た。どうじゃ、モンスターカードは集まっておるか。はい、おかげさまで残すところあと1枚になりました。うむ、よくやったぞ。ってことは、あとは火の鳥だけじゃの。よし。でも火の鳥は3月後半に行われる大会で優勝しないともらえないんですよね。すごい説明です。うん。うむ、チャンピオンズカップじゃな。チャンピオンズカップは団体戦形式だから、ミヤだけでなく、ワスト級、3人で力を合わせれば優勝することはできんぞ。はい。私も足を引っ張らないように頑張ります。うん、みんなで力を合わせれば必ず優勝できるはずだ。じゃあ。とりあえずわしらができることといえば、3月後半までに、できるだけ多くのカードを集めることじゃな。そうですね。皆さん、大会や練習試合でカードを集めましょう。いやー、ということで、うん。そう、
せっかくなんでプレートを移しましょうか。で、火の鳥すごい微妙なとこなんだね。僕、イメージ的にドラゴンと火の鳥の場所逆かと思ってた。さあ、残り火の鳥だけになりました。プレート。いやー、ということでね、もう、残すところね、あとこの実況的にも、一応まあ、狩人のボスを倒しに行って、カリウダのボスを倒して、その次はもうチャンピオンズカップですね、多分。カリウダのボス倒す回とチャンピオンズカップ。2回、残り2回だと思います。長かったこのシリーズも、ついに終わりに来ました。まあ、その後ね、一応その追加要素というか、今、コルトちゃんが言ってる方の世界、なんだろう。なんかこのプレートで全部集めた時に飛ばされる楽園みたいな世界がある、まあ、なんかすごいネタバレ全力でしていくんだけど、まあ、その存在自体は僕も知ってるんで、うん。その楽園でちょっとね、遊ぶくらいはするかもしれないですけど、まあ、それは多分また完結してからちょっと経ってからね、久しぶりにモンスターファームやるよーみたいな感じで出すと思うんで、残り2回だと思います。では、頑張って、残り2回、しっかりと、勝っていきたいと思います。では、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。